どうしたんだよカジカ、そんなに急いで。もしかしてデートの約束？外れ。兄貴と待ち合わせてんだ。あ、そう、先輩と。まあそうだよな。でもビジュアル的にはデートそのものじゃん。言っとくけど、俺は女に間違えられたことはねえからな。黙ってお行儀よく座ってたらいけそうな気もするけど。ふん、言ってろ。そういや、こないだ駅で先輩を見たよ。前よりすんげえかっこよくなってたな。まあね。こいつの言う先輩っていうのは俺の兄ちゃん藤本一馬のことだ。今は大学に通っている兄ちゃんは、弟のひいき目を抜きにしても男前で成績優秀、運動神経抜群と火の打ちどころがなかったりする。俺だったらたまんないけどな。何が？出来のいい兄貴持ったらいろいろ大変じゃん。特に俺たちみたいな凡人は。そんなの気にしねえよ。ある意味すごいよなお前って。別にすごくなんかない。気にしないでいられるのは兄ちゃんのおかげなんだ。出来の良さをひけらかすこともなく、いつでも優しくて、遠慮してるんじゃないかって思うくらい俺を優先してくれる。死んだ父さんも一度だって兄ちゃんと俺を比較しなかった。新興住宅地にあるマンションに俺と兄ちゃんは二人で暮らしていた。父さんが1年前に亡くなって、頼る親戚もいなくて、二人きりになってからの兄ちゃんは前にも増して俺を大切にしてくれている。こうやって待ち合わせをして買い物をしたり遊びに付き合ってくれたり。時間ぴったり。カジカにしては珍しいよな。そんなこと言ってっとプレゼントやんねえぞ。それは困るな。あさって二十歳になる兄ちゃんは誕生日を俺と一緒に過ごしてくれると約束してくれた。プレゼントはもう買ってある。机の引き出しに先週から入っているんだ。俺腹減っちゃってさ。ねえ、あさって何食いに行く？カジカの好きなものでいいよ。ダメだよ、主役は俺じゃねえだろ。兄ちゃんの好きなもんだよ、考えとけよな。ああ。大好きな兄ちゃん、はたから見ても仲のいい兄弟。でもどこか違和感を感じる。それはずっと俺の胸の中にあって、どうあっても消えてくれないんだ。幸せな毎日や兄ちゃんを好きだっていう気持ちと比べるとすごくちっぽけなことなんだけど。そちらにはいらっしゃらないか？いらっしゃいます。想像しいな、何事だ？あ、はい、その一世様が。一世がどうした？はあ、あのお姿が見えないのです。もうじきご住職様もお見えになりますのに。屋敷のどこかにいるのだろう。もう少し探してみてくれ。はい。先代会長の十三回忌だっていうのに、一世は相変わらずのバカ殿だな。あんなのが霧島家の次期当主かと思うと腹が立ってくるよ。だがその方が好都合だ。わかってるよ父さん。この屋敷をはじめとして霧島家当主の個人資産は莫大なものだ。そのすべてを手に入れるために霧島産業の副社長にまで上り詰めた父は、長い時間をかけさまざまな手を打ってきた。その甲斐あって霧島家当主である社長はもはやお飾りと化しているし、今の会長も娘婿である父の言いなりだ。あと邪魔なの。何をやっておるのだあいつは。また後ろにちょっかいを出してるみたいだね。まあ下手に女遊びでもされて
子供ができるよりはいい。秋彦、使用人に一世の居場所を教えてやらないのか。自分のじいさんの法要より世話係の体の方がいいんだろう。好きにさせておけばいいさ。そうだな、せいぜい恥をかいてもらおうじゃないか。次期当主にふさわしくないという声が一族内からもっと上がれば、お前にも可能性が出てくる。あいつ暴君っぷりだけは当主っぽいんだけどね。あのままでいてくれれば血を流さずに平和的に済みそうだよ。まあでも革命には血がつきまとうものだよね。手段を選ぶ気はないし。ああそうだ、お前には当主の資格がある。直系の長女を妻に迎えるんだからな。直系というだけの能なしよりお前の方が霧島を滑るのにふさわしい。当主の長女であり一世の腹違いの姉である霧島美代と婚約したのは今から17年ほど前のことだ。僕が5歳、美代が3歳で、当然僕たちの意思ではありえない。だが父さんと同じ野心を持つ僕にとって、どんな形であれ当主の娘との婚約は歓迎すべきものだった。時間だな、当主へ挨拶に行こう。美代はまだなんですか？一緒の方がいいと思うんですが。そういえば見かけないな。神戸からこっちに出てくるとは聞いていたんだが。ああ私だ。どうしたそんなに慌てて。なんだと、人違いじゃないのかそれは。今日は帰ったらすぐに着替えて、兄ちゃんが帰ってきたら食事に出かけてと。うん、プレゼントもカバンに入れてきたし。すんげーかっこいい人がいるらしいぜ。何騒いでるんだろう。あ、兄ちゃん兄ちゃん、どうかしたのか。もしかして俺のこと迎えに来てくれたの。いや。どうぞ、お迎えに上がりました。え？俺の前に現れたのは、これまでも何回か会ったことのある父さんの友人だという弁護士だった。この人は俺たちの後見人になってくれて、遺産の管理とかいろいろ面倒を見てくれていたんだけど、いつもはもっと気さくに話してくれるのに、今日はどうしたんだろう。さあこちらにどうぞ、カズマ君も。あ、ちょっと、うん、あの、どういうことですか。今はご説明申し上げられません。兄ちゃん、どうなってるのこれ。兄ちゃん、助手席に座った兄ちゃんはまるで俺を拒絶するみたいに後部座席を振り返ろうともしなかった。世界中でただ一人、どんなことがあっても俺の味方だった兄ちゃん、それが今こんなに不安なのに手を差し伸べてくれない。どうしたって言うんだよ一体。カジカ君だったかな。さあこちらへ来たまえ。この二人どうやら親子みたいだ。
でも一体何者なんだ。それにどうして俺の名前を知ってるんだろう。兄ちゃん座らないの。そいつはいいんだよ。おい藤本、何も話していないんだな。はい。何なんだよこいつ、偉そうにしやがって。大体兄ちゃんもどうしてこんな奴に遠慮してるんだよ。ご紹介いたしましょう。こちらは森川邦彦様、そしてご子息の明彦様です。お前の親類だよ。え、親戚は一人もいないって。お前の本当の名前は霧島和美だ。何言ってんだよ、俺は藤本梶香で。霧島家は特殊な家でな、お前の父親は周囲の反対を押し切ってお前の母親と結婚したんだ。だが力のある分家がお前の母親の身の安全を盾にして元の許嫁だった娘との関係を迫ったというわけだ。お前には一週間違いの弟がいるんだよ。一世という名のね。そんな、兄ちゃん嘘だよね。兄ちゃん、なんとか言ってよ。こっちを向けよ、和美。お前が兄と信じているあの男は赤の他人だ。俺はそんな名前じゃない。まあ聞くんだ。17年前、私は分家からお前の始末を命じられた。誘拐に見せかけて殺せとね。霧島家の財産は莫大だ。地元での権力も並大抵ではない。ほとんど同時に生まれながら二人のうちそれらが一方にしか与えられないとなれば、危ない橋を渡ろうっていうのも理解できるだろう。嘘だ。嘘ではない。お前が父親と信じていたのは私の部下だ。藤本は私の命令でお前を誘拐し自分の子として育てたんだ。嘘だ。嘘だよな兄ちゃん。だって兄ちゃん、父さんだって、なんで黙ってんだよ。落ち着いて最後まで話をお聞きください。和美様。兄ちゃん。藤本、和美を座らせなさい。はい。お前を殺さなかったのはいつか霧島家へ戻そうと思っていたからだ。あの時の私には命令に逆らうだけの力がなかった。だが今は違う。今や霧島のグループは私の意のままだ。そんなの知らない。霧島なんて知らない。和美。違う、俺は藤本梶香だ。霧島和美なんかじゃねえよ。はあ、藤本、隣の部屋に秘書がいる。後のことは彼と話してくれ。はい。今までご苦労だったな。何か言うことはあるか。いえ、失礼します。どうして、どうしてだよ。待って兄ちゃん。いや、もう2日も食事に手をつけてないって。とうとう天敵の世話になったって言うじゃないか。俺を家に返せよ。お前の家は霧島の本家だ。違う、そんなところ知らねえよ。信じたくなくてもお前は霧島和美なんだ。この写真を見てもまだ信じない？お前の姉の
ミオの写真だ。お前にそっくりだろ。それと俺も見て。あ、明彦が見せたもう一枚の写真には20代半ばくらいの女の人が生まれたばかりの赤ん坊を抱いて微笑んでいる姿が写っていた。説明されるまでもない。これは俺の母さんだ。母さんの横にいる小さな子供は俺の姉さんとかいう人で、赤ん坊は俺だ。納得したようだな。ついでに言えば、藤本はお前が霧島和美に戻ることを望んでいるんだぜ。お前一人が帰りたがっても無駄なんだよ。兄ちゃんがそう言ったのか。言うも何も。最初から藤本親子はそのつもりでお前を預かっていたんだ。それ相応の報酬も払ってある。あの親子は役目に忠実なんだよ。藤本を連れてきたよ。兄ちゃん、兄ちゃんと二人きりにして。わかった。そこ座って。はい。返事しなくてもいいからさ、兄ちゃんって呼ばせてよ。それは俺さ、ずっと藤本カジカでいたかったよ。兄ちゃんとあのまま一緒にずっとさ。カジカ。兄ちゃんはいつ俺が弟じゃないって知ったの？13の時に。そっか。それまでは役目だけで可愛がってくれてたわけじゃないよな。よかった。俺に迎えが来るのがいつかは知らなかったんだろう。ああ何もさ、兄ちゃんの誕生日じゃなくてもよかったのにな。遅れちゃったけど誕生日プレゼント。安物だけど腕時計ならいつも身につけてくれると思ってさ。返品は不可だからな。ありがとう。俺さ、今となれば父さんに誘拐してもらってよかったなって思うんだ。だって父さんのこと大好きだったし、兄ちゃんも大好きだから。兄ちゃんが今までつけてた腕時計もらってもいい？ありがとう、兄ちゃん。俺、離れるの辛いけど我慢する。俺がいなくなったら兄ちゃん一人だからさ、早く彼女作って今までの分も遊んだり好きなことしたりしなきゃな。カジカ、俺は兄ちゃん。藤本、ちょっといいかな。はい。大丈夫だよ。藤本にはしばらくの間ここに滞在してもらうことにするから。本当？ああ、またお前が食事を取らなくなったら困るからね。今から一星が、つまり和美の腹違いの弟が来る。離れに部屋を用意したから、お前はそこで待機していてくれ。和美を本家に送り届けるまでは慎重にことを進めたいんだ。
和美様のガードはしなくていいんですか？それは小宮山がやる。はい、わかりました。大体なんで姉さんは森川んちなんかに移されたんだよ。ミオ様の身に危険があるからだそうです。森川が旦那様にそう説明したそうですよ。一世様にはおっしゃいませんでしたか？ち、姉さんも災難だな。大嫌いな秋彦んちで療養なんてさ。でも意識が戻られてよかったじゃないですか。聞くところによると大変な事故だったそうですし。っていうことにしとこうか。今日は慎んでください。へいへい。にしてもお前が花束持つとシャレにならねえくらい似合うな。そんなことより早くインターホンを押してください。たく釣れないよな。にしてもたかが副社長にしてはやけに羽振りのいいお屋敷なこった。ミオはまだほとんど眠っている状態なんだ。異常はないっていうことなんだけど、事故のこともほとんど覚えてないらしくて、自分がどうしてここにいるのか分かっていなかった。そりゃそうだろう。勝手にこんなとこに移されたんじゃな。一世様。実はね、ミオの事故は作為的なものだという可能性が出てきたんだ。それで念のために病院じゃなくうちに移したってわけさ。医者の許可もちゃんと取ってある。秋彦様はずっと付き添っていらっしゃるんですか？何もできないけど、せめて顔だけでも見ていたいからね。俺も顔見て帰るわ。部屋を案内するよ。今も眠ってるんだよ。すっぴんなんて久しぶりに見たな。前は髪伸ばして化粧して女っぽくしてたけど、こっちの方がいいじゃんなあ明彦。まあいいや、お姉様のお顔も拝見したことだし帰るわ。目覚ましたらよろしく言っといて。あ、見送りはいらねえよ。あれはミオじゃねえ。まさか。俺にはわかる。多分ミオは助からなかったんだろう。それで慌てて森川が何か小細工したんじゃねえの。ミオに死なれたら森川の計画はそこで終わりだからな。婚姻届を出すまでは生きていてもらわないと困ると。そういうこった。ちょっと調べてみてくれ。俺も動いてみる。それじゃあそろそろバカ殿も返上しねえとな。いい頃合いだと思いますよ。今の一世様なら十分森川たちに対抗できるでしょうから。ずいぶん我慢したぜ。けどよ、俺の演技もまんざらじゃなかっただろ。生かしといても害はないって一切手出しされなかったわけだし。まあお前は大変だったよな。故障だなんて噂されてさ。気にしてませんから。それに大変なのはこれからでしょう。そうだな。どんなことでも申し付けてください。その覚悟はあります。
にしてもベッドで眠っていたあれは誰なんだろうな。手術で作った顔には見えなかったしな。まさかな。いや、そんなはずはね。何です？いや、あれだけそっくりな他人ってのがあり得るのかってな。つまりあれは17年前誘拐され亡くなった和美様だと。考えられないことじゃねえだろ。一斉なんかにそんな系統ができるわけないだろ。しかし一度でも一斉に会ったことのある者はいきなり会社に来たあいつのことを別人のようだと言っていたぞ。でも社長に何か吹き込むなんて。もしかすると私たちは一杯食わされていたのかもしれん。そう考えなければ突然の人事異動などありえんからな。まさか美桜のことも気づいているのか。何の話をしてるんだ。目が覚めたか。よく眠れたろう。でも目が覚めたら自分の体が自由に動かなくなっていて、一体どうなってるんだって思ってるよね。思い出した？そうだ、兄ちゃんが部屋から出た後突然小宮山って呼ばれていた男が部屋に入ってきて無理やり注射を打たれて俺は意識を失ってしまったんだ。変な薬じゃないから心配しなくていいよ。ちょうどいい、起きたら話をしようと思っていたところだ。はっきり目が覚めているのに指先さえ動かせないなんて。美桜は、お前の姉は事故で4日前に死んでいる。明彦が美桜の婚約者だったことは聞いているな。私たちは今美桜に死なれるわけにはいかんのだ。お前は美桜そっくりで、和美はとっくに死んだことになっている。少なくとも婚姻届を出すまでは何とかごまかさなきゃいけないんだよ。俺を身代わりにするつもりなのか。お前に選択肢はない。いくら顔が似てたって俺は男だ。お前が思っているよりずっと父さんの力は大きいんだぜ。いくら嫌だって言っても無駄なんだよ。最初からそのつもりだったのかよ。17年前からこうなることを予測していたわけじゃないよ。ただ切り札として必要になってくるかもしれないってだけでね。最初から俺は道具だったってことか。親切なんかじゃない、ただ利用するためだけに生かされてたんだ。和美。違う、俺は和美なんかじゃない。いいよ、二人きりの時はカジカって呼ぶよ。何すんだよ、俺は女じゃねえってば。そんなこと知ってるよ。着替えさせた時にお前の体は見てるしね。どうしてかな、カジカの体誰にも触らせたくなかったんだ。おとなしく言うことを聞いていた方が大好きなお兄ちゃんのためでもあるんだぜ。いいか、霧島和美は17年前に誘拐されて死んだと思われているんだ。そのお前が戻ればちょっとした騒ぎになる。藤本に罪はないだろうが立場はかなり悪くなるな。俺のせいで兄ちゃんが。
安心しろ。このままミオになりすますなら藤本は無関係だ。ああ、それとさっきの質問の答えだ。藤本は何も知らないよ。今奴を拘束しているんだ。お前さえ僕の言うことを聞いていれば奴には何もしない。カジカ、自分の立場をよく考えるんだな。気持ち悪い。あいつ俺が動けないからって好き勝手やりやがって。人を殺してまで財産や地位を守りたい奴らがいる。そいつらは俺一人の人生がどうなろうが何とも思わないんだ。でも俺の力じゃそいつらに逆らえない。この先自由を奪われて秋彦のものとして生きるしか。そんなの嫌だ。でも逆らったら兄ちゃんがどうすりゃいいんだよ俺。何か分かったか。あの高校で当たりでした。俺の勝ちだな。ミオ様の事故直後、森川が向かった地域という情報だけでこの場所に絞り込んだんですから。一世様の当てずっぽうもたまには当たるんですね。そういうことばっか言ってと流すぞ。それでどこまで聞き込めた。名前は藤本カジカ。兄がいるようで、彼もあそこの卒業生らしいですよ。本人は休学中で、家には誰もいないようだと言っていました。住まいはこの近所です。さすが牛尾ちゃん。そこまで調べ上げたのか。どうせ聞き出したのは男だろ。ミオ様の写真のおかげですよ。あれを見せたら、みんな藤本カジカと間違えていましたから。ミオが高校の時の写真が手元にあってよかったぜ。にしても、女っぽくない姉貴と男っぽくない兄貴か。どうします？早いに越したことはねえな。バレる前に森川は婚姻届を出そうとするに決まってる。いや、その前に俺を殺そうとするかもな。ありえますね。先手必勝だ。森川んとこ行くぜ。そういや、あそこには物騒な奴らがいたっけか。大至急腕の立つのをかき集めないとな。カズミはどういう考えでいるんだろうな。森川に脅されているのか、騙されているのか、それとも全部承知で協力しているのか。カズミ様をどうするんです。とりあえず桐島カズミ本人であるって証拠が見つかるかどうかにかかってるな。それさえ消しちまえば、あの日あそこにいたのはカズミじゃなくなる。別にそれでいいんだ。秋彦とミオの婚姻届が出ても俺が消されなきゃいいわけだしな。一番困るのは和美様が霧島に戻ることですね。ご当主様は亡くなられた奥様とそのお子様のことになると人が変わったようになりますから。親父を和美に会わせてなんかやらねえよ。生きてることだって教えてやるもんか。一世様、半ば脅迫まがいの手段でご当主様と関係を持ち、結局は妻の座に収まることのできなかった一世様のお母様、そして父親に望まれずに生まれた一世様。幼い頃からそんな境遇で育ってきた一世様にとって、
霧島の全てを受け継ぐことが財産や地位よりも重要なことなんだ。ウシオ。はい。俺を裏切ったら殺すぞ。そうしてください。また天敵の世話になるとはな。会いたいなら藤本に会ってもいいんだぞ。藤本にとってお前はただの弟だし。こいつの言う通りだ。もし元の生活に戻ることができても前みたいに楽しくは過ごせないな。だって兄ちゃんのことが好きなのは兄弟だからじゃなかったって気づいちゃったから。それなのに弟としてしか見られないなんてきっと耐えられない。秋彦。なんだ。霧島の俺の父親って人に会うよ。その人を納得させれば美代の誕生日まで待たなくてもいいんだろう。こっちに協力するってことか。ああそうか。届けを出したらすぐ兄ちゃんを解放してよ。それは僕がちゃんと話すから。カジカ、その決心を証明してみせてくれないか。わかるだろ。いた。いきなりは無理か。一世様、どうかお待ちください。一世、なんでお前がいるんだ。姉貴の見舞いに来ちゃ悪いか。ま、お邪魔みたいだったけどな。これが霧島の次期当主とかいう男。一週間違いだけど俺の弟なんだよな。背の高さは兄ちゃんと同じくらいか。体格も雰囲気もとても17には見えないんだけど。一世様、どうぞお戻りになってください。それにしても姉さん、秋彦のことあんなに嫌ってたのにどうしちまったんだよ。頭打って何か間違えちまったんじゃねえの。美代は一時的に記憶を失っているんだ。お前のことだって分かってないよ。なあ、それであんたが嫌いだって記憶もねえわけだ。その隙に騙してやっちまおうって魂胆か。ちょっと言葉が過ぎるんじゃないのか。小宮山、一世を外へ。はい。さあ、一世様。まったく、捕獲された猛獣みたいだな。これから一世を追い返してくるよ。見舞いだなんて言ってたけど、きっと嘘だ。どうしてわかるんだ。あいつはそんな優しい弟じゃない。本当にそうなのか。美代とは仲が良くなかったし、人を使って美代を消した可能性も高いって前に言ったろ。ほんの少し見ただけだけど、あいつそんなひどい人間には思えなかった。これって弟だから甘い見方をしちゃってるのかな。とにかく一世と話してくれ。これから腹の探り合いだな。何か魂胆があって来たんだろうし、もしかしたらお前のことに気づいているのかもしれない。このまま待ってろ。遅いな、一世のやつ。すぐに応接室に来いと言ったのに。そうですね。トイレにしては時間がかかりすぎです。おい、何か企んでいるんじゃないだろうな。さあ、
一世様のお考えになることはよくわかりませんから。ああ、でも美代様にとてもお会いしたがっていましたから、あるいは小宮山、行くぞ。はい。はい。こっちはいいぜ、うまくやる。一世様はこちらではありませんでしたか？見た通り、一世の姿なんかなかったぞ。お前ら、何か企んでないか？そんなことより、お前、何者だ？小宮山！おい、何の音だ？一世、窓から黒マスクとは穏やかじゃねえな。おい、秋彦！何ぼさっとしてやがんだ！さっさと警備の門を呼んでこい！よう、お兄ちゃん。今は時間がねえんだ。後でゆっくり話そうぜ。ご苦労だったな。お前もあっちと合流して、小宮山の口を割らせてくれ。手段は任せる。はっ。17年と何ヶ月目かにして、兄弟感動の対面ってやつだな。俺をどうする気？殺すのか？そうだな。お前が生きてると俺には都合悪いからな。じゃあ殺せよ。ミオっていう、俺の姉ちゃんみたいにさ。はぁ？おいおい、いくらなんでも俺はそこまでやってねえぞ。確かにミオと秋彦に結婚されんのは面倒だったけどな。別に殺すほど邪魔だったわけじゃねえよ。違うのか？どうせ秋彦に吹き込まれたんだろ。ま、あっちはあっちで、本気で俺がやらせたって信じてるんだろうけどな。一世様、急ぎましょう。秋彦様が警察に通報したとすれば、そろそろ。そうだな。なあ、和美。俺はそんな名前じゃない。じゃあ、カジカ。お前はどうしてほしい？それは、兄ちゃんを、自由にしてほしい。お前自身は？殺しちゃっていいよ。俺、もう何もねえもん。一世だっけ？お前も霧島和美が生きてたら困るんだろう。まあな。兄ちゃん、近づいてくるのに全然気づかなかったぜ。それに後ろに手刀を当ててからカジカを奪うまでの動き、お前プロだな。車の鍵をカジカに渡す。逃げ切れんのか？こっちがお前らを追えば、森川もすぐに気づいて先に見つけようとするぜ。両方乗ってから逃げ切れるわけねえぞ。いいから渡すんだ。カジカ、鍵を受け取って車のドアを開けなさい。これ持ってけよ。携帯？なぜだ？話がある。明日の午後、その携帯に連絡入れるからな。出ろよ。兄ちゃんは車を走らせてからずっと黙ったままだ。森川の家から出たってことは、あいつらのところに連れ戻すってわけじゃなさそうだけど。ってことは、
霧島の家に向かってるのか。俺を本当の父親の元へ返して完全に役目を終えるために。警備が手薄になったから隙を見て出てきたんだ。カジカを取り戻せたのは一星のおかげなのかな。そうだったんだ。でも兄ちゃんってすごいんだな。さっきはびっくりしたよ。親父にしごかれたんだ。親父はもともとアメリカでボディーガードをやってたらしいんだ。嘘、全然知らなかった。兄ちゃんごめんな。俺のせいで兄ちゃんにいろいろ迷惑かけてさ。俺のことは気にしなくていい。大変な思いをしてるのはお前の方だろう。急にいろいろと突きつけられてショックだったよな。ちょっとね。父さんはスポーツマンだったけど温厚で物静かで、ボディーガードなんて仕事についていたなんて想像もできないよ。兄ちゃんが父さんに格闘技の手ほどきを受けてたってことも。結局俺一人が何も知らないでぬくぬく過ごしてきたんだな。森川の家から逃げ出した俺たちは車を捨て、100室以上はありそうなビジネスホテルにチェックインした。これだけ大きなホテルになると従業員が客に示す関心も薄いって兄ちゃんが選んだんだ。でももし森川の追手に見つかったら、秋彦は兄ちゃんを殺すかもしれない。カジカ、お前どうしたい？どうって。俺はお前を霧島の父親のところに連れていくつもりでいる。それでいいのか？やっぱりそうだったんだ。これで兄ちゃんは役目を終えて晴れて自由の身に。それとも藤本カジカとして俺と来るか？兄ちゃん。でも秋彦が。秋彦のところがいいのか？霧島に戻りたくないってことはお前の顔を見ればわかる。俺のところでもなければお前が戻りたいのは。兄ちゃん違う。まさかお前は秋彦を選ぶのか？兄ちゃん、兄ちゃんやめて。ずっとこうしたかった。優しい兄貴のふりをして、でも本当はお前を抱きたいと思ってたんだ。はい。よ、森川側は血眼になってお前らを探してるぜ。もちろんこっちもだ。どっちみちお前らすぐに見つかる。一星で早速本題だ。小宮山ってやつ知ってるよな？あいつの口を割らせたんだよ。カジカが霧島和美だって証拠をお前が握ってるんだってな。その証拠をお前が聞いてどうするつもりだ？まず美桜の死亡を発表して、それから森川を失脚させる。あとはお前らがどこでどう暮らそうと俺の知ったこっちゃねえよ。信じていいんだな？信じる信じないはお前が決めるこった。だがこのままどっちつかずじゃ済まないだろう。カジカはお前のためなら自分を犠牲にするぜ。これから出られるか？いいけど、場所教えてくれればこっちから行くぜ。いや、どこかで落ち合おう。そうだな、どこか繁華街にしよう。店は駅に着いてから連絡する。兄ちゃん
お前はここにいろ。いいな。うん。何かあったら携帯に連絡しろよ。俺が帰ってくるまで絶対にドアを開けるな。大丈夫だよ。そんな心配すんなって。ああ。それじゃあ行ってくる。いらっしゃいませ。よう、早かったな。カジカは置いてきたんだ。ああ、一人にするのはまずくないですか。森川の動きが慌ただしいようですが。注意はしておいた。はい。藤本か。秋彦。ついさっきカジカの身柄を預からせてもらったよ。安っぽいビジネスホテルからね。なんだと。人と金を使ってホテルというホテルを足で探し回らせたからね。人海戦術の効果は絶大だよ。カジカはそこにいるのか。これから会いに行くところだ。例の証拠こっちに持ってこいよ。わかった。今の電話、どうせ秋彦がカジカを見つけたんだろ。どうするんだ。お前が言ったってどうにもならねえだろ。だからってこのまま見捨てられるとでも思うのか。ここは私たちを信用して協力させてください。こちらとしてはどんな形だろうとカジカ様が一星様のリスクにならなければそれでいいんです。証拠を渡すのも森川を排除してからで構いません。ずいぶん譲歩するんだな。あなたを信用してますから。何でしたら霧島の旦那様にお電話を差し上げて事情を説明することもできますが、それでも疑いますか。本気か。しかしそっちの男は不満そうだな。一星様の不満は単なる個人的感情です。旦那様に霧島和美の生存を伝えるのが嫌なんですよ。息子としての嫉妬みたいなものですから気にしないでください。しよう。後でよく言って聞かせますから。そっちこそ後で覚えてろよ。藤本さんどうです。わかった。いいだろう。まったく、手こずらせてくれるよ。お前の手足を縛りつけるなんて、僕の主義じゃないんだけどね。俺を捕まえてどうするつもりだよ。そんなことより、藤本と寝たのか。僕も、お前のことは本気なんだ。お前が僕のものになるなら、霧島の個人資産のことは、別にどうでもいいって思えるくらいにね。お前一体何を。この続きは全てが終わってからにしよう。お前は霧島和美に戻ってもらうことになった。当主と親子の再会を果たしてもらって、一世と分家をどかして、これからは僕たちの言う通りに動くんだ。嫌だ。お前の言うことなんか聞くもんか。嫌でも聞いてもらう。一世のやつ、ミオの死亡を突き止め、マスコミに暴露したんだ。ここまで来たら、どっちかが潰れるしかない。潰れるのはお前らの方だ。どうかな。藤本は一世と手を組んだようだが、まだ一世には、父に太刀打ちできるほどの手駒は揃ってないよ。17かそこらで、父と渡り合おうって気概だけは褒めてやるけどね。お前の思い通りになんかならねえよ。なるさ。藤本はうちが迎えに行かせた車に乗っているそうだ。噂をすればか。別荘の周辺には20人ばかり配置させている。父の息がかかったのが何人かと
金で雇った連中だよ。警察官とか自衛官崩れの、つまりプロってやつだ。絶対兄ちゃんに怪我させるなよ。それは藤本次第だ。外のは全員片付けた。残るはここだけだ。藤本、お前拳銃まで。窓の外を見てみろよ。まさかあれが全部一世の部下なのか。霧島の当主が動いた。そんな驚くことはねえだろ。親父はさ、普段はおとなしいが、死んだ女房とその子供たちに関しちゃ、人の倍は熱が入るんだよ。容赦ないと思うぜ。なんたって、ミオの死亡を隠した上に、カズミの可能性が高いそこのカジカを散々な目に遭わせたんだからな。だから、秋彦、これはお前のミスだぜ。こいつが藤本カジカのまんまで痛がってることくらい分かってただろうによ。それとも、自分のものにならないのが尺で、目が曇ったか？一世様、あなたのまずいところは、引き際が悪いところです。はいはい。カジカ、怪我はないか？うん。兄ちゃん。ごめん。いや、無事でよかった。カジカ、さっき言ったことは本当だよ。覚えておいて。で、霧島和美を証明するものってのは何だ？そろそろ教えてくれよ。ああ、誘拐の証拠だ。誘拐された時にカジカが着ていた服だとか、発表されていないはずの当時の屋敷の状況だとか。兄ちゃん、それって公表したら兄ちゃんがまずいよ。そうだな。なんだよ、結局そっちだって処分したいものじゃねえかよ。それで俺たちを翻弄するとは、まったく大したもんだぜ。森川の別荘から救い出された俺は、霧島の家に行って本当の父さんと対面した。その人はとても優しい人で、でも俺はこれからも藤本カジカとして生きたいって伝えたんだ。そしたら、君が幸せならそれでいいって言ってくれた。これでまた穏やかな毎日が戻ってくる。秋彦のことはもういいよ。終わったことだしさ。それより早く部屋に行こうよ。さっきの続き。そうだな。